慶福寺は、和歌山県橋本市県道にある高野山新言宗の寺院。3号は、死雲山。本尊は、阿弥陀如来。高野山の三経道である黒河道の起点に位置しており、栗は、国の登録有形文化財に登録されている。高野七口大院長のスタンプ設置場所である。創建時期は明らかでないが、16世紀の A6 年間の建立であるとの伝承がある。 本尊の木造阿弥陀如来座像は平安時代中期10世紀から11世紀の作と見られ境内にある石造九十頭は明紀から公安八年の建立と判明する。隣接して八幡宮が設置されており、神仏集合の形を残している。栗は入もや造り、三河瓦武器で屋根のつまをしっくい塗りとする。鬼瓦に宝年のがあることから、 この頃の混流と見られる。2006年11月29日に国の登録有形文化財に登録された。本尊の木造阿弥陀如来座像は、日の木の一木造りで平安時代中期、10世紀から11世紀の作と見られる。造工は88センチメートル。秘仏であり、通常は公開されていない。1996年4月17日に、 和歌山県指定文化財に指定された。九十石塔は、基礎部に、公安第8で危機のととり2月13日の命があり、公安8年の建立と判明する。現在は、総輪の6段目から上を書き、刀身も80目の屋根石が欠けていて、関係ではないものの、橋本市内における、石像相当の現存例が少ないこと。 混流年代が明確であることから資料としての価値が高い。高さ二百四十四センチメートル。九百八十一年八月二十八日に橋本市指定文化財に指定された。門前を高野三景道である黒川道が通っている。帝福寺と黒川口に人道跡間を両端とする約十六キロメートルの三景道で二千十六年十月二十四日には、 世界遺産にも登録されている。橋本から高野山への近道とされ、大和国からの参詣人が多いことから、大和口とも呼ばれた。ありがとうございます。